ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。で、今回はね、スカウト Q のね関係でハートナイトっていうのを捕まえに行こうかと。うん、ハートナイトを捕まえないとね先に進めないんですよ。うん、あのオスの杖はね手に入れたんですが、多分これでメスの杖解放できるんじゃないかと。でね、コメントでもね、いただいてたんですが、うん、皆さんコメントありがとうございます。ハートナイトは氷の世界でスライムナイトを倒して、レバー出ますよ。腐った死体転生頑張ってください。捕まえましたよ。ありがとうございます。悪魔の書使えば2体で作れるよ。どういうこと？どういうこと？悪魔の書？あとこれね、天空の世界で天気が流星群の時に超低確率で流星群跡にダイヤモンドスライムが出現しますよ。ただスカウトできる気がしないな。うん、いやありがたいね皆さん。バリクナちゃんかわいそう、わらわら。キラ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 よし、で氷の世界行きましょうか。でね、じゃちょっとね、どこら辺にスライムナイトがいるのかっていうのをね、ググっておきました。西の国のウエスターニアかな。じゃあルーラでウエスターニャ付近にスライムナイトがたくさん出るので、うん、あとハートナイトを普通にエテさんスルーしてたよっていうコメントもあったな。そういえば寝てるけど、寝てるけどいいのかな。おーおーおお、なんか落とせ。ちょい、まあやっていきましょうか。普通にねちょっとレベル上げしたいんでね、ガンガン買っていきましょう。逃げてもいいんだけどね。あ、逃げちゃダメなのかな。逃げちゃダメだ、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 逃げちゃダメだ。腐った死体、オセアーノをあげていこう。よし、どうだ、どうなんだろうなこれ。昼間に変えた方がいいかな。変えようか。ランルーターを使ってね。ランルーター、ランルーター。さあ魔物たちよ、目覚める、目覚めの時が来た。存分に暴れるがいい。まずは西の国ウエスターニャから破壊しよう。行くぞ。ゲーム変わってるからなんか。よし、倒していきましょうか。まずは君からだ。どう？3倍速でね、どんどん狩りしていきますよ。スカウトもね、ここら辺でねちょくちょく捕まえていけばね、あの今後に役立つんじゃないかな。うん、どれぐらいで出るかな。結構ね、マット・スミス兄さんの時もね急に出てきたからね。ほんとにちょっとぐるぐるね周りをチェックしながら倒していこう。じゃあそこの隅っこにいるやつ、君だ。ハートナイトか、捕まえれるかな。あと逃げるって言うてるのでね、逃げられないように慎重に近づいていきましょうね。うん、まあここら辺の敵はね雑魚なんでね。うん、オッケー。ハートナイトいないかな。いないな。よし、
何さっきからもうマンモデウスだろこれどうせマンモデウスが姿を現したようだまたどんどんしだすのやめてくれあれ画面に用意するからあんまり揺らすのやめてくれよさどんどん買っていってくれくじけぬ心スタンバイがレベルアップ間違えるか間違えるどんどんレベルアップさせていこうね西の国ウエスターニャだけど出ないよまあねそう簡単に出るわけがないからねそういう転生モンスターってのは相当貴重なんでねー食われてるゴートドンが食われちゃったよあもう MP がないのかヨグランで打ってくれないと思ったら MP 切れねそういうことねうんレベル上げもレベル上げもできているな一石二鳥だなハートナイトピンク色だからねピンク色出てきたらすぐ分かると思うんだけどもうちょっと離れた場所に出るのかな後ろから行かないとね不意打ちはできないからねどんどん倒していってくれげんこつだけなんかマミーがげんこつだけを求めていていた気がするな下ネタかよやめとけよ下ネタはやめとけよ出ないねまあぼちぼちやっていこうかオスの杖が出るまでねトゥルルトゥルルスライムナイトスライムナイトハートナイトダークナイトメタルライダー多分これでやってる人多いんじゃないかな。うん。そのスライムナイトのね、フォルムに大好きな人がね、そのスライムナイトのフォルムが大好きな人、スライムナイト勢は結構多いからね。うん。昔から多いんですよね。スライムナイト勢はね。これで4匹ね、並べれることができると違う。カラーリングのスライムナイトをねうん絶対いるわスライムナイト勢絶対いるわ見た目いいもんねあの5か何かの時にめっちゃ優秀だったんですよねピエールの優秀さ半端じゃないからなそれに比べてスミスと言ったらもうそれに比べてスミスと言ったらもう何匹仲間なんねんっていうぐらいいらんかったからねピエールは本当に優秀それに比べて本当にスミスと言ったらもう名前覚え出せないわ2匹目の1匹目がスミスだったっけな、ね、名前決まってるんだよな確かなかなか出ないハートナイトどうしてキンキーのナンバーワンの私の手元に来てくれないの緑のこいつしか行こう行こう不意をついたちょっとこいつ欲しいこいつちょっと欲しいあーなんか強くねえかもう余裕でスカウトできるもんだと
あ、実況者補正発動中。雪原流いいね。ランク C、 吹雪攻撃力アップ。ダッシュランの色違いですね。ダッシュランの出ないな。ハートナイトちゃん出てきておくれ。ポンゲが待ってるよ。敵の冬をついた。いけ。そうだな、この間にちょっとあれだからね、気まぐれコメント返信タイムでもしようか。全パートやれよこのバカ野郎っていう感じなんだけどね。回り込め、回り込むんだ。エテポンゲ回り込め。でね、気をつけなきゃいけないのが、その緑色のやつに見つかること。ちょっとかゆくかゆく、満タンだ。いけ、いたぜー。ロックオン。そしてダゴンを下げなきゃいけないこと。ダゴンを下げてスミスニーアン出してね。オーケー。で、テンション上げていきましょう。テンションで、身代わり3発か。まあ大丈夫か。大丈夫だな。いいね、ハートナイト2回攻撃。まさかの2回攻撃。このメンバーでいけるかな。倍切ると、あ、ちょっと3倍速はやめておこう。せっかくなんでじっくり見させていただこう。金髪じゃないか。スライハートナイト、あ、違う、命令命令。テンションテンションテンション、身代わり。テンションしてくれ、上げていけ。50100までしっかり上げましょう。スカラ、自分にだけはスカラ打つなよ。頼むから、そこんとこ頼むぜ。オーケーオーケーオーケー。やっぱりなんかハートナイトってメスがいいよね。テンションテンションテンション、防御でね。ハグリン下げてダゴン出してスカウトアタックいきましょう。肉使おうか。肉使おう。せっかくなんでね、こういう時に肉使っていかないと。いつ使うんですか。肉腐っちゃいますよ。いつ使うんですかって話になっちゃうんでね。うん、ダゴンさんを呼んで、で、道具の燻製肉、スカウト、ハートナイト。いけ、スカウトアタック。おお、あ、いい感じに余裕じゃないか。いい感じに 100% じゃないか。スカウト成功、ハートナイト。うわ、2回行動、経験値増し、スタンダードボディ、めっちゃ優秀じゃないか、こいつ。ランクは？ランク D。めっちゃ優秀じゃん。ハートナイト、眺めちゃ、シンシンだってな。さあ、マルタに帰りましょうか。もう一匹ぐらい欲しいけどね。まあまあ、とりあえずはね、マルタに帰って親父にね、親父に見せつけなきゃいけない。いいね、ハートナイト2回行動だし、こりゃ優秀だわ。みんなが捕まえないのっていうの分かる。そりゃそうだよね。そりゃ捕まえろっていう話だよね。
めちゃ優秀なんだもの。だっておかえりお兄ちゃん、今日は牧場で何していく？メンバーの編成をよろしくお願いします。ハグリンを下げてね、ハートナイトをねちょっとメンバーに入れてから、ね、父さんに話しかけなきゃいけないんでね。うん、サンキュー。親父、持ってきたぜ。ハートナイトを連れてきたな。よし、父さんの教えその後クリアだ。ハートナイトとは転生モンスターと呼ばれる、出会うのが難しいレアな魔物だ。異世界にはちょくちょく転生モンスターが潜んでいるからチェックしとけよ。水の世界のファーラット、砂漠の世界のキメラ、やつらに出会えるかもな。これは魔物を連れてきたご褒美だ。頑張ったな、エデモンゲ。父さんから世界樹の葉をもらった。オスじゃなくてメスの杖をくれ。メスの杖を。でね、プラスチがプラス25になった魔物を仲間にしてここに連れてくるんだ。もういるって。それぐらい、それぐらいはいるよ。エテだってちゃんと配合を繰り返してるから。低ランクの魔物はランクが上がるそうだし、いいことずくめだな。はっはっは。魔物を連れていたご褒美だ。頑張ったな、エテポンゲ。ラッキースティック、メスの杖をくれ。メスのメス杖をくれ。そのなら行くぞ。守備力アップ2のスキルを持つ魔物を仲間にしてここに連れてくるんだ。んー、いた気がするけど、いないか。いた気がするけど、いるよな。うん、よし、父さんの教えそのならクリアだ。守備力アップ2スキルのポイントを合計200にしてから配合すると、3のスキルを持った魔物が生まれてくるそうだから覚えておけよ。魔物を連れてきたご褒美だ。頑張ったな、エデポンゲ。なんだ、君は褒めて伸ばすタイプか。おー、来たー、MS の杖。父さんのお茶あるかな。まあ一応続きちょっと聞いてみようか。その8、出れ。ダークホビットという魔物を仲間にしてここに連れてくるんだ。ダークホビットはボストロールと狩猟の騎士の配合でできるぞ。ボストロールは砂漠の世界にあるどこかの洞窟で、おー、寝とった寝とった、ケツをボリボリしながら寝とったわ。ゾンビたちの住処で捕まえられるな。指定の魔物が仲間にいるならパーティーに入れて俺に話しかけてくれ。いないいない、また今度な。うん、とりあえずハートナイト手に入れましたね。これは育てるべきでしょう。2回行動だぜ。2回行動経験値増しって最強じゃん。めちゃ優秀なモンスターじゃんこれ。とりあえず転生繰り返してランクどんどん上げていこうか。で、腐った死体もね、カブト小僧がね特に配合する予定なかったんで、くっつけたらねプラス値が一気に57まで上がりまして、うん、このままいけば99にして星になってから転生配合だったかな、新生配合だったかな、がすることができるのね。はい、乞うご期待ということで。うん、スミス兄さんもね、それに続いてどんどん配合を繰り返していこうかと思います。あとはタイプ G だな、捕まえるとしたらタイプ G。 うん、タイプ G 捕まえたいな。次行こうかな、タイプ G。 そうしよう。はい、では、一旦ここで動画切ります。ご視聴ありがとうございました。